突発性難聴もしくはサドンセンスリンリール。ヒアリングロスとは突発的に起きる原因不明の急性肝音難聴である。突発的な発症が特徴であり、いつからかははっきりしないが、徐々に聞こえなくなったような難聴は突発性難聴ではない。原因は不明で、有力な説としてウイルス感染説、循環障害説などが言われ、発症して約1ヶ月で、 張力は固定してしまうため、早期発見、早期治療が非常に重要である。2001年の厚生労働省の調査では、全国に年間3万5千人の患者がいると推定される。強力な音波によって、聴覚機構を構成する機関の内耳や下牛が、障害を受け生じる音響外傷とは区別される。突発性難聴は1944年でクラインにより初めて報告された。 突然に原因不明の内耳性の感音性難聴が発症する疾患である。発症は突然であり、患者は難聴になった瞬間を語ることができるほど突発的である。ある程度の時間をかけて徐々に難聴が進んだようなケースは突発性難聴とはされない。随伴症状として耳鳴りや自閉恨みを伴うことが多く、半数程度の患者は発症の瞬間には強いめまいを、 伴うが、強いめまいは一回だけであり、強いめまいを繰り返したら他の疾患の可能性を考える。原因は不明であり、かつ原因が不明であることを本省の定義とする。従って、単一の疾患とは限らず、突発性、原因不明を条件とした、寒音性難聴を一括した疾患群である。 再発はなく、再発の場合は突発性難聴以外の他の疾患を疑う。原因がわかるものは突発的な難聴であっても本性とはせず原因に従って診断名をつける。当初は突発性難聴と診断されてもその後に原因が判明すれば診断名を変更する。2001年の調査では全国受領者数は年間3万5千人である。発症率に 男女差はない。発症は50から60歳代に多いが、小児の発症もあり、全年齢で見ることができる。遺伝的要素は見られない。内耳などに障害が生じる、感音性難聴の一種と考えられているが、原因は不明である。原因が不明な突発性の難聴を本性と定義するためである。内耳循環障害説では健康人の発症が多い、ことや、 再発しないことが説明できず、極めて症状が似ている疾患に、ムンプスウイルス感染によるムンプス難聴やヘルペスウイルス感染による内耳炎があり、ウイルス原因説には矛盾はないため、ウイルス感染説が有力とされている。ムンプスで人皮の高度難聴を来たすことはよく知られている。突発性難聴の約7%は、ムンプスの不健性感染であるという報告もある。 ステロイドが効果を発揮することからウイルス感染を原因とする説と、毛細血管の血流が妨げられ、内耳に血液が十分届かずに機能不全を引き起こすという内耳循環障害説などがある。患者調査の傾向からストレスを原因の一つとする意見もある。発症は、聴力が低下した瞬間を確実に自覚できるほど、即時的である。症状は、 軽重度の難聴が主症状であり、ほとんどの患者で耳鳴りも伴う。それに加えて自閉感を伴うことも多い。約半数の患者で強いめまいを伴うが、めまいは反復することはない。難聴であるにもかかわらず一定の音量を超えた音が、健常耳に比べ、異常に響き耳への刺激感、苦痛になる、補充現象を呈することもある。ほとんどの場合、 片側のみに発症するが、稀に両側性となる場合もある。問診と、純音聴力検査が主である。突然の難聴を症状とする他疾患の鑑別のために初検査も行われる。超神経腫瘍を鑑別するためのレントゲン撮影や、MRI、内耳性肝音性難聴であることを確認するための、アブルブテスト、死種テスト、磁気オージオメトリー。 内耳梅毒でないことを確認するための血液検査、などである。鑑別すべき疾患には、メニエール病、ソトリンパロ聴超神経腫瘍、音響外傷性難聴、ムンプスやヘルペスなど、原因の推定される内耳へのウイルス感染症、多発性硬化症、内耳梅毒、全化症脳動脈拘束、などがある。 低温障害型の難聴を繰り返した場合は、ミニエール病、鼻を噛む、くしゃみ、力む、鉱山へのドライブ、飛行機の離着陸、ダイビングなどをきっかけとした場合や水が流れるような、音の耳鳴り、耳内に水の流れる感じのある場合あるいは、発症の瞬間にポップ音があるような場合は、外リンパ狼を疑う。適切な早期治療と安静が極めて重要である。重度であれば、 入院での過量が望ましいとされ、治療方法は前述の仮説を想定したものが中心となる。一般的には発症から1週間以内に治療されれば治療成績は比較的良好であるが、それ以降は治療成績は落ち、2週間を過ぎると治癒の確率は大幅に低下するとされている。発症して約1ヶ月で聴力は固定してしまうため3分の1が完治し、 3分の1が回復しても難聴が残り、残りの3分の1は治らずに終わると言われる。治療方法は、ステロイド剤の投与、あるいは血流改善剤、代謝促進剤、高気圧酸素治療、正常神経節ブロック注射等である。難聴が極めて高度な場合、聴力が1ヶ月以内に回復しない場合、初期にめまいを伴うものは、聴力予後が悪いと言われている。による、 突然の難聴高度な感音難聴原因が不明、または不確実耳鳴りめまい、および吐き気、嘔吐。ありがとうございます。